はい、どうも、伊達です。今回ですね、ダブルレッグキック、こちらをご紹介していきたいと思います。まあ、その名の通り、両足をですね、使っていくようなムーブメントになっているんですけれども、3つ前ぐらいにですね、出しているシングルレッグキック、こちらと足の形は少し似たような形になっています。まあ、ただちょっと違うのは、足の動きに合わせてですね、腕の動きとか、あと肩甲骨の動きも入ってきますんで、より胸を開いてですね、猫背に悩まれている方には有効かなと思いますし、あとはシングルレッグキックと同様にですね、座りっぱなしで股関節が硬くなってるなって感じている方にももちろん有効ですんで、まあ、ぜひ一緒にマッサージしてやっていきましょう。はい、それではやり方から説明していきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、動きが複雑になるので、まず完成形からお見せしたいと思います。うつ伏せになるんですけれども、手は後ろに回した状態になってます。はい、ではここからですね、息を吸って吸って、はい、吸って吸って、はい、でこちら繰り返していくのがダブルレッグキックになります。はい、でお見せした通りですね、上半身の動きだけではなくて腕の動きとか足の動きとか入ってますんで、まずはちょっとここを分解していこうと思うんですけども、まず足の形、皆さんと一緒にやっていきましょう。胸の方をですね、つけてもらったら手を後ろに回してます。でこの時に指絡めちゃっていいので、手組んだ状態にしておいてください。胸の方を広く開いたまま足を遠くに伸ばして、で足拳1個分ぐらい開いておきましょう。そこまで行ったら息を2回吸っていきます。で吸うのに合わせて膝を折り曲げます。吸って吸って、吐いて足を遠くに伸ばして下ろしたら吸って吸って、はい。でシングルレッグキックとは違うのはですね、前回はポイントフレックスっていう風に足首の形を変えたと思うんですけども、今回はポイントといって足首しっかりと伸ばした形のままになりますんで、ここはあまり複雑になってないかなと思います。足の形だけだったら問題ないと思うんですけども、じゃあですね、この動きに合わせて今度はですね、上半身の形も作っていきましょう。先ほど同じです。手を後ろに回して組んでもらったら、息を吸ってで膝を折り曲げていきます。で吸っての時には上半身というのは変わってません。ただ吐きながらの時に体を起こしていきましょう。頭と足を遠くに伸ばすようにしてもらって、顔はですね、前向いた状態になります。前向いた状態までいったらワンセット終わりなんで、次のセットに向かう時には反対側を顔を向いてください。吸って吸って、はい、吸って吸って、はい、はい。でこちらが上半身の動かし方になります。で足、そして上半身という風に2つがですね、できるようになってきたら、最後に上半身と一緒に腕の動きもつけていくんですけれども、手の形だけどうなってるかと言いますと、後ろで組んだところからギュッと遠くに伸ばしていきます。で遠くに伸ばす時に肩甲骨をグッと寄せてます。肩甲骨を寄せるということは、胸の方をしっかりと開いた形になりますので、こっちがストレッチされたりとか、肩甲骨寄っているっていう感覚が出ているかを確かめてください。はい、ではですね、そこからちょっと一緒に合わせてやっていきましょう。胸の方をつけてもらったら、しっかりと体を伸ばして、息を吸って吸って、吐いて上半身起こすときに手を遠くに伸ばしていきます。肩甲骨寄ってます。吸って吸って、はい、逆、吸って吸って、はい、吸って吸って、はい、はい。でこちらがやり方になります。続いてはですね、起こりやすいエラーとポイントについてなんですけれども、まずは息を吸った際ですね、膝を曲げてくると思うんですけども、この時にお尻が一緒に上がっちゃう方が結構いらっしゃいますので、まずは股関節の前をつけておくように意識しましょう。どうしてもお尻がですね、浮いてしまう場合には、股関節の前が硬い場合も結構あったりしますので、そういう場合にはストレッチやケアなどですね、入れてもらって、その後に行うようにしてみてください。その方が効果が高いと思います。はい、であとは今度息を吐いた時ですね、吸って吸って、ここまではいいと思うんですけども、吐いた時膝伸ばしてきますよね。でこの時に膝だけピンと伸ばしてしまう方が多いんですけれども、この時実はですね、太もも前っていうのが少し浮いてます。なのでお尻をしっかり使ってます。でこれをうまくやるためにはですね、吸って吸って、吐いて伸ばしていく瞬間に先に膝の方を少し浮かせてキックするように意識してみてください。
先にですね伸ばす方を意識してしまうとなかなかお尻に効かなかったりとか、腰が反ってしまう原因になってしまうので、まずは吸って吸って吐いていくときに、まあ、上半身も上げますけれども、膝の方を少し浮かせてからキックしていくっていうのを意識してみてください。はい、これがポイント2つ目になります。で最後3つ目はですね、まあ、同じく吐いたときなんですけれども、まあ、足はこういうふうに伸びてますが、上半身起こしてくるときに顎が上がりすぎたりとか腰使いすぎになる方、これは結構反る形の場合は多かったりしますけれども、こういう方の場合は顎上げすぎないように首の後ろのシワをこう伸ばすような形を意識してもらったりとか、あとは腰の方が詰まっていかないように腰を長くしたりとかいうふうにですね、とにかく背骨を伸ばすっていう意識が、ピラティスでは大事になってきますので、そちらの、今のポイント3つですね押さえてもらってダブルレッグキックをマスターしてみましょう。はい、今回ですねダブルレッグキックだったんですけれども、3つのですねポイントをやってきました。でそのポイント以外にもですね肩甲骨を寄せたりとか他のところにも、気を配らなければならないので、最初のうち結構大変だと思うんですけれども、この複雑さがですね脳にいい刺激が入って姿勢が良くなったりとか、あとは動きに変化が出てきたりしますんで、ぜひ最初大変なんですけれども一緒に頑張ってマスターしていきましょう。この動画がいいなと思った方は高評価だったりチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょう。